福岡県立山高等学校は、福岡県筑後市泉にある公立高等学校。1908年に、旧藩校を除く福岡県、第2号の県立中学校として開校した、八女中学校を前身とする。創立以来、卒業生数は2万8000名を超える。通学区は、福岡県第9学区作詞は、尾高久志校。作曲は、矢部文と、 歌詞は3番まである。作詞は月里志信。作曲は吉田信太。歌詞は5番まであり、現在もなお在校生は、八女中校下の八女中学の小説を八女高校に読み替え、校歌として歌い継いでいる。2年次に理系、文系に分かれ、3年次には文系が国立文系、私立文系に分かれる。1年次には2クラス。 二年次以降は、理系、文系それぞれ一クラスずつ習熟クラスが設けられる。公務員クラスも存在する運動部文化部もよりの、鉄道駅もよりのバス停もよりの、道路通学手段原則として自転車、または、徒歩通学だが、16歳になり、次第学校に申請した上で、バイク免許の取得ができる。また、学校から半径8キロメートル以上の範囲に住む、生徒は、 学校の許可を取ればバイク通学できる。軍人文化人旧制中学校やめ高校。ありがとうございます。